間の非営利団体であるアメリカ海軍研究所 USNI は2023年11月13日、日本最大級の軍艦が2024年に F-35B ライトニング2戦闘機を運用するために必要な、一連の試験を受けなければならないので、アメリカ東海岸に来航すると発表したよ。USNI が語る日本最大級の軍艦というのは、海上自衛隊が世界に誇る出雲型護衛艦のことであり、2023年11月現在、2番艦加賀が飛行甲板の形状をグレードアップし、所要の改修が施された状態で、試験航海などを実施中だな。さて今回は日本空母が大西洋でテストを試験を行う件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。すでに海上自衛艦と航空自衛艦から構成された日本側の視察団は、2023年10月末にアメリカ東海岸、大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船して、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているところだね。USNI ではプリンス・オブ・ウェールズが試験を実施している同海域で、空母化改修が施された出雲型護衛艦についても F-35B の運用に関する各種試験を実施しようとしているよ。日本政府並びに防衛省は2013年以降、海上自衛隊が保有する出雲型護衛艦2隻について空母化を着々と進めていたのと同時に、垂直離着陸が可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していたんだ。F-35B 戦闘機については現時点で42機ほどの導入を予定しており、それらを運用するための飛行隊を航空自衛隊に新編し、宮崎県新富町にあるニュータバル基地に配置することも公表しているよ。九州に配置するということは、南西諸島の空域におけるスクランブル発進に最速で対応するとともに、台湾有事も視野に入れているんだろうな。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズは前述したアメリカ東海岸での各種テストの中で無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているため、もしかしたら同様のテストを海上自衛隊の出雲型護衛艦でも実施する可能性もあるぜ。プリンス・オブ・ウェールズは、姉妹艦のクイーン・エリザベスと並び、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定で、36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターを搭載する能力を備える空母だね。船体はポーツマス、ロサイス、バロー・インファーネス、クライドといった4つの地域で、BAE システムズと VT グループによって建造され、最終組み立てを行うスコットランドにあるロサイス造船所の1号艦ドックでは、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズのために改修工事が行われたよ。2022年8月27日、プリンス・オブ・ウェールズはアメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22に向かうためにイギリスのポーツマスを出航したが、出航直後に右舷推進部の結合部や舵に損傷が見つかったんだ。この事故によって演習航海は中止され、代わってクイーン・エリザベスが9月20日に出航し、そして、ウエストラント22で予定された。プリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期されてしまったぜ。この損傷を英国放送協会 BBC はアメリカ演習に出発した直後に故障し、足を引きずりながら基地に戻ってきたと揶揄したが全く笑えないよな。プリンス・オブ・ウェールズはロサイス造船所に入居して修理を行ったが、クイーン・エリザベスの部品取りにされているとの悪質な情報もあり、ベン・ウォーレス国防大臣が一時的な応急処置と釈明する事態となったってわけだ。約9ヶ月の修理と能力強化のための改修を経て、プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日に出居し、7月28日には SNS に CH-47 が飛行甲板に着艦する画像まで投稿していて、7月31日には映画トップガンマーベリックに登場するセリフをパロディ化した文章を投稿して、飛行甲板の運用を再開したことをアピールしたみたい。このようにプリンス・オブ・ウェールズには、世間の荒波に揉まれている空母でもあるね。一方で軽空母への改修が完了した海上自衛隊の護衛艦加賀が、2023年11月17日に呉基地へ帰還しており、長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけだが、旧日本海軍の空母加賀の進水日も11月17日であったことから、9
くしくも同日となったのも運命的なものを感じるよな。派遣艦が空母化改装を進めたばかりの鏡になるのではないかと噂されているが、これは米海兵隊や英海軍の F-35B を使用して、海上自衛隊加賀の空母としての機能をチェックすることが目的だと思われるぜ。出雲級の空母化は発着艦機能の整備に加えて、艦隊内の本格的な改装は構想段階であり、既存の F-35 キャリアを参考にして課題の棚卸しをした後、26,000トンのサイズに適した空母化改装が行われるとされていることから、本級が空母としての機能を完全に備えるまでに時間がかかっても仕方ないからね。日本への F-35B の配備も来年度以降ではあるけど、日の丸をつけた戦闘機の発着艦シーンを見るのが待ち遠しいくらいだね。基本的に艦艇排水量のうち満載排水量は船そのものの重さだけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料、積載貨物などを含めた総合重量となるわけだが、強襲揚陸艦の場合は運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれているよ。上陸作戦要員がいる分だけ空母より大きな居住区が必要となるし、装備には戦車やトラックも含まれているため、車両孤島のスペースも確保しなければならないし、もちろん上陸作戦関係の重量が増えたからといって航空機の運用能力が大きくなるわけではないということは重々に承知しておく必要があるんだ。また、護衛艦加賀の空母化改装が終わったといっても、艦載機である F-35B の取得も空自パイロット整備員の養成もこれからスタートするといっても過言ではないし、それらの過程が終わったとしても搭載可能な F-35B はわずか10機に過ぎず、中国海軍や米海軍の正規空母とは戦力において比較にならないぜ。最有力となる使用方法は英国海軍空母のように米海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として運用することだと思わるな。プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日に9ヶ月にも及ぶ改修と大幅な能力強化を受け、スコットランドのロサイスにあるドックから出てフォース側に入り、母港のポーツマスへの帰路に着いたね。帰路の途中で7月29日の空母プリンス・オブ・ウェールズの公式 X において飛行甲板が使用再開されましたという、ヘリコプターの CH-47 チヌークが着艦する写真とともに投稿されていたよ。その2日後の7月31日には飛行甲板の再開に際して、飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレーテーブルを元の位置に戻し、着陸の準備をしてください。フライトデッキは営業中ですという内容で、おそらく映画トップガンマーヴェリックでトム・クルーズ演じるマーヴェリックが、ドッグファイトの訓練を部下たちに行うシーンのセリフをパロディ化した投稿をしているくらいなんだ。こんなユーモアのある投稿を受け、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。ぜひ一度、ベルファストこの穏やかな海を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントが寄せられていたらしいな。いずれにしても今回紹介したプリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は台湾有事が起きた際には大活躍するだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月10日、現在の日本の岸田政権の閣僚である木原防衛大臣は記者会見に臨み、これまで2026年度をめどに実戦配備を行うことを予定していた国産のスタンドオフミサイルについて導入時期を早めることを示唆したよ。スタンドオフミサイルとは、敵の防空網の圏外から発射することが可能な長距離ミサイルのことを指しており、主として近年の対空ミサイルの急激な射程距離の延伸に対抗すべく、導入の早期化が求められているぜ。さて今回はそんな国産長距離攻撃兵器であるスタンドオフミサイルの整備の件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。すでに日本政府は6日前の10月4日にアメリカのオースティン国防長官と協議を行った結果、アメリカ製のスタンドオフミサイルといえるトマホーク巡航ミサイルについて、
当初予定より1年早めた2025年度の導入で合意を得ていたよ。日本はおよそ400発ほどのトマホーク巡航ミサイルをアメリカから調達する計画を進めているんだけど、同ミサイルはおよそ 1600km ほどの射程距離を持ち、主として海上自衛隊の水上戦闘艦へ搭載して運用されるものだね。日本が調達を行うトマホーク巡航ミサイルは、艦隊艦、艦隊地の両用途に使用可能な仕様となっており、飛翔速度こそ亜音速という点は課題ではあるものの、従来の対艦用のハープーン巡航ミサイルなどよりは格段に長射程だな。このトマホーク巡航ミサイルの亜音速という飛翔速度をもって、現在の対空ミサイルの性能に照らしてみれば迎撃が比較的容易であり、有効なスタンドオフミサイルとしては機能しないのではないという批判もたためにするぜ。そうした意見も一理あることは完全には否定はできないけど、こうしたおよそ 1600km ほどの長射程を誇る巡航ミサイルを保有することで、少なくとも敵側はそれらを迎撃するための監視体制や機材を稼働させる必要に迫られるからね。そのような動きを敵側に強いることには大きな意味があり、警戒を怠れば自分の艦艇や地上の設備に、損害が生じる可能性があると思わせることで、実際の攻撃に至らずとも抑止するための体制を取らせる効果が期待されるよ。ただし欲を言えば不幸にして実際の戦闘に突入してしまった場合には、敵の防空網を突破するだけの飽和攻撃が行える。数量のミサイルを投射できればなお良いわけだが、日本が調達を決めているトマホーク巡航ミサイルの400発では心もとないよな。その意味でもスタンドオフミサイルの数量自体をある程度揃えるためには、やはり国産化を推進しておく必要があり、今回、木原防衛大臣が記者会見で示唆した国産のスタンドオフミサイルの配備の前倒しは現状では必須と思われるぜ。このところ主として南部戦線での膠着状態が懸念されているロシア・ウクライナ戦争においても、これまでにウクライナ側に西側諸国から供与された中で最も長射程な兵器はイギリスからのストームシャドウで、かなり効果的な戦果を上げているように見えるよね。ストームシャドウは航空機に搭載して運用される形式の空対地巡航ミサイルであるが、輸出仕様の最大射程距離はおよそ、250km ほどと言われており、それでもこれまでの供与兵器の中では最大の長距離兵器と目されているんだ。このストームシャドウも飛翔速度は亜音速であり、いわゆるステルス性を完備したものではないが、これまでの運用状況から見ると、ロシア側の防空網はその迎撃に成功したと見られるケースはなく、非常に高い精度で攻撃を成功させている可能性が高いよ。こうした実際の戦争での直近の実例を鑑みても、亜音速の巡航ミサイルであってもある程度の防空網を備えた、ロシア軍に対しても効果的であることは明白となっており、この点は日本にとっても朗報だと思われるよな。さてそれでは日本が国産化を当初の予定よりも1年の前倒しを検討しているスタンドオフミサイルが、具体的に何を指すのかといえば、12式地対艦誘導弾の能力向上型、当初防衛用の高速滑空弾、潜水艦に搭載する誘導弾が主だろうね。12式地対艦誘導弾の能力向上型は、現時点で陸上自衛隊が配備を行っている12式地対艦誘導弾の改良型であり、現行のオリジナルの最大射程距離はおよそ 200km 弱と、残念ながら長射程と言える性能ではないんだ。しかしロシア・ウクライナ戦争でのストームシャドウの有用性を見れば、最大射程距離が、およそ 250km ほどとされる同ミサイルであってもその価値に疑いの余地はないため、現行の12式地対艦誘導弾も一定の価値は担保されると思うよ。この12式地対艦誘導弾の改良型である能力向上型は、まず射程距離をおよそ 900km ほどに延伸することが明かされており、最終的にはさらにおよそ 1500km ほどにまで延伸される予定であり、飛躍的な向上が見込まれているんだ。12式地対艦誘導弾の能力向上型は、名称こそ改良型を思わせるが、ミサイル本体はステルス性能を加味したほとんど、オリジナルとは別物と言える形に進化しており、南西諸島の防衛も九州本土から物理的な対応を可能とするものとなるな。またオリジナルの12式地対艦誘導弾が、
装輪式の車両によって運用させる地上発射型のみであることに比して、能力向上型では航空機に搭載する型式や、艦艇に搭載する型式への拡張が打ち出されており、多様な発射母体が想定されているぜ。これによって運用は陸海空三自衛隊の部隊の全てをカバーすることとなり、より多層的な防衛体制の構築を可能とすると考えられ、もともと対艦攻撃用途の兵器ではあるけど、対地攻撃用途にも使用可能な汎用性も実現する予定だね。次に当初防衛用の高速滑空弾だけど、こちらは飛翔速度が音速を超過すると目されており、現時点ではまず射程距離 500km ほどのものとなると想定されており、南西諸島の防衛に向けた地対地兵装の要と位置づけられているんだ。当初防衛用の高速滑空弾は、1-2式地対艦誘導弾頭と異なり、兵器としての分類上からは弾道弾タイプの極超音速滑空対 HGV であり、かつての敵基地攻撃能力、現在の日本政府の言う反撃能力を具現化したものとなるだろうな。この当初防衛用の高速滑空弾も2030年代以降を目標に、最大射程処理をおよそ 3000km ほどにまで、延伸する計画が打ち出されており、対地攻撃用途に加えて、こちらにも対艦攻撃用途も可能とする改良型も視野に入れているとされるぜ。また潜水艦に搭載する誘導弾については、現行の海上自衛隊の潜水艦すべての標準装備である 533mm、魚雷発射艦6門から運用可能なのものを想定しているとみられ、同様の仕様であるアメリカ製のハープーン対艦巡航ミサイルを代替することになるってわけだ。この潜水艦に搭載する誘導弾も、1-2式地対艦誘導弾の能力向上型とミサイル本体を共用化できればベストだと思われるが、前述したようにステルス性能を加味し大型化させているため、533mm 魚雷発射艦からのそのままの形での運用は困難と目されるよ。そのため、533mm 魚雷発射艦での運用に対応した別バージョンが専用に開発される運びとなることが想定され、最新型のハープーン巡航ミサイルのブロック2と同様にやはり対艦対地攻撃の両用途に対応した形となるのだろうね。海上自衛隊では VLS 垂直発射艦を搭載する実験艦の建造を行うこともすでに決定されているが、現状22隻体制を確立した潜水艦隊の主兵装である533mm 魚雷発射艦を有効活用する意味でも、新型誘導弾の実用化が並行して行われると考えられるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年度の補正予算案で、防衛省は8130億円を計上し、その大部分を鹿児島県の馬毛島へのアメリカ軍機訓練移転に伴う自衛隊基地整備に充てる予定との情報をキャッチしたよ。馬毛島の整備費用はもうすぐ1兆円を超えてくるが、馬毛島の160億円がなんだか安かったように感じているぜ。野党の反対で大幅に遅れた馬毛島の整備計画、すべては野党が遅らせた結果で現在の物価高騰の責任は野党側にあるとも言えるよな。そうだね。今回は、現在急ピッチで整備されている馬毛島の現状を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。防衛省は10日、2023年度補正予算案に防衛力や災害対処能力強化を目的として総額8130億円を計上したと発表したよ。鹿児島県西之表市馬毛島へのアメリカ軍機訓練の移転を伴う自衛隊基地整備経費として歳出ベースで、2684億円を充当して、経由施設や滑走路などの整備を加速させる見込みだね。馬毛島はロケット発射基地として有名な種子島の西 12km に浮かぶ島で、住民登録はされているが、実質的には無人島だな。これに関しては用地買収問題などが発生したから、知っているよな。さて、馬毛島整備経費はアメリカ軍再編関連予算3169億円の大半を占める金額となったね。契約ベースでは839億円で、環境調査や詳細検討なども含む12年度からの予算を積み上げていくと計8519億円にまで達していて、
24年度予算では一層の上積みも予想され、1兆円が間近に迫っていることになるんだ。同省によると、工事の進捗に応じて年度内の支出分が増えたほか、人件費や資材単価の高騰で当初予算の見込みより多くなってしまったということで、基地の早期整備に向け、資機材の輸送力を強化するため船を追加投入する経費にも充てるみたい。防衛省が8月に発表した24年度予算概算要求では、馬毛島内で最新鋭ステルス戦闘機 F-35B の訓練施設の整備を進めるため約64億円を計上しているよ。都市近郊の基地や基地周辺に人家も多いから、どちらが先かという問題はスルーできないんだ。騒音や基地活動と周辺市街の民生がクロスし、双方にストレスやトラブルが生じ、機能不全となる問題が増える状況が山積しているからね。そんな中ではこのような無人島を活用したり、基地の再配置検討、国防戦略的な防衛基地のありようを根本的に見直す事例になると考える向きもあるようだな。日本の場合、列車や自動車で移動しても街や人家が途切れることがほとんどなく、よほどの僻地や山奥でない限り、人家の生活域が垣間見られ、日本の面積の狭さはネックとなっているぜ。国家の公共福祉や防衛政策といえども、取り組みとして国民一人一人の生活をないがしろにしてはならないのは当然のことで、国民を守ることが国防だし、しっかりとした対策と保障をしてことに当たることが政府の責任なのは言うまでもないよね。離島無人島を活用して広大な EEZ 排他的経済水域エクスクルーシブエコノミックゾーンを保守管理及び国土防衛を兼ねることにすれば、補給や兵站などに課題は残るけど、解決のアイデアや対応技術力は多種多様に存在しているんじゃないかな。いずれにしても国土防衛の前線基地が必要ということは間違いないという意見も多々あるんだ。沖縄県、鹿児島県近海では10月から11月にかけての1ヶ月間にわたり、いつにも増して中国軍の艦船、航空機などの活動が活発化しているよ。中国の艦船は、10月1日フリゲート艦2隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を航行し、1ヶ月後の11月1日には同じ海域を駆逐艦1隻が航行し、翌11月2日にはフリゲート艦2隻が鹿児島県奄美大島沖を航行したみたい。一方の航空機だけど戦闘機、爆撃機、偵察機などの活動は100回以上で、その内容としてはスホイ 30MKK、スホイ 35S、JGC、H6K、Y8、Y8J などの機体が確認されたそうで、多種多様な航空機を飛ばしたものとなっているよ。上述の活動はどれにしても、日本領空や領海を侵犯したものではないが、中国は軍事力増強を背景として、日本の周辺海域で活発に活動していることは事実として受け止めなければならない状態だよな。中国の艦船、航空機が日本の周辺海域で活動を盛んに行う可能性は残念ながら今後も高く、中国はアメリカとの軍事バランスを重視しているため、将来的にも太平洋地域での存在感拡大を図っていくことは容易に予想できるぜ。最近、新型 FFM フリゲートマルチパーパスマインウォーフェアー多機能護衛艦12隻の建造期間を5年に短縮するとか、アメリカから巡航ミサイルトマホークを購入する予定など、驚く速さで矢継ぎ早に防衛を強化しようとしていると感じるもんね。なんでこんなに急ぐのか、本当に必要なのか、何より金はどうするのかなどと疑問が浮かんでくるのは当然だよな。民間の非営利団体であるアメリカ海軍研究所 USNIUS、ネイバルインスティチュートの発表によると、日本最大級の軍艦が2024年、F-35B ライトニング2戦闘機を運用するための一連の試験を受けるため、アメリカ東海岸に来航するということで、この発表は2023年11月13日のことだったよ。USNI が言っている日本最大級の軍艦というのは出雲型護衛艦のことで、2023年11月現在、2番艦加賀の飛行艦艦形状が一新され、必要な改修が行われた状態で、試験航海などの実施中なんだって。日本側の視察団海上自衛艦と航空自衛艦で編成は、
すでに10月末にアメリカ東海岸で大西洋沖を遊翼するイギリスの航空母艦空母プリンス・オブ・ウェールズ上で、F-35B 戦闘機の運用試験を視察したみたい。ちなみに遊翼とは艦船が水上をあちこち動き回って敵に備えることの意味で、イギリス皇太子の勲章をつけたこの艦はただのんびり航行していたわけではなく、しっかり仕事もしていたというわけだな。USNI によると、プリンス・オブ・ウェールズの試験と同じ海域で、空母化改修が済んだ出雲型護衛艦も F-35B 戦闘機の運用についての各種試験を行うと述べているよ。この F-35B 戦闘機については、実戦配備する際には複雑な手続きが必要で、その中にははるばるアメリカへ行ってテストを受けなければならないという縛りもあり、時間と経費がかかるし、戦闘機にも高額を支払うのに、そんな面倒なことをしなければならないのかとイラついてしまうよね。日本政府並びに防衛省は2013年平成25年以降、海自が保有している出雲型護衛艦2隻について空母化を進め、合わせて垂直離着陸可能な F-35B 戦闘機の導入も計画しているみたい。F-35B は2023年現在、42機程度の購入が予定されており、運用するため飛行隊を航空自衛隊に新しく編成し、宮崎県新富町のニュータバル基地に配置することも公表しているな。前述のイギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズだけど、アメリカ東海岸での各種テストの中では無人航空機による試験、アメリカ海兵隊との合同訓練も行っているらしいから、もしかしたら同じようなテストを出雲型護衛艦でも実施するかもしれないとも考えられるよ。上記説明の通り、空母化側すでに必要とされる空母化作業は完成しており、運用テストも最終段階を迎えたということだね。現状の空母化側増艦上の各種検査をしているんだが、最終的には電子機器のテストが終わればアメリカへと向かうことになると見られているぜ。数年ほどの短い期間あっという間に日本が空母2隻を改造したという能力には世界各国も驚いているに違いないと考えられ、なんといっても艦艇建造や改修工事の平均的工期と比べると短いよな。また、この2隻が揃って艦艦式に参加することを想像しただけでもワクワクするという声も聞こえてくるぜ。そういった人たちによると、加賀も出雲も空母としては中途半端な感じがするんだそうで、例えば、戦闘機が着艦できるスペースがすごく狭かったり、船体の大きさの割には戦闘機の格納数が少ないなどと不満を感じているようだね。今後建造すると思われる空母はそういった不備を改良してほしいと願っているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。